今日は東北大地震が起こってから10日近くがですね経とうとしている、そういう日時であります。この MX テレビの重役から西部ゼミナールの責任者として、この国難に対してどう思うか、それを一貫して述べ立てよという命令のようなものが来ましたので、私の所見をですね今日はゲストを招かずに一人で述べ立ててみたいと思います。まず第一に感じるのはですね、今回の件がまさにその、死傷者の大津波、あるいはですねこれからいろいろと続くであろう原発事故の被害は、誠にその質量において甚大なものがあり、国難の到来をですね告げている。これは私たちとしては驚愕すべき、大問題だということであります。がしかし落ち着いて考えると少しばかり妙なことがございます。つまりこの数年間を振り返ってもですね、イラクで一般市民が10万人を超えて亡くなるとか、あるいは隣の中国が占領したチベットあたりにおいて大地震がですね起こり、おそらくはそこにおける核施設の崩壊のことも含めて何十万というですね被害が発生しているのではないかといったようなことが、もう全世界的な規模で随所に頻発しているわけでありますが、日本人が果たしてそういう海外に起こっている事態にですね真剣な関心を抱いたかというと、さにあらずであります。つまり自国についてだけ起こった時にですね、私たちは大騒ぎしているが、他方で友愛外交とかアジア共同体とかグローバリズム、世界はみんな友達だと言ったようなことを一面では言いながらですね、実は日本人は他国のことについては無関心であった。そうであるならば被害のですね数量そのものに驚愕する、驚いて見せる資格すら我々はいささか失っているのかもしれない。もちろん私も人の子でありますから、実際にですね妻を失った夫とか親を失った女たちのですねあの悲嘆に暮れている姿を見れば、我知らず私も心底を同情するわけでありますが、そうした個別の同情とですね国家規模において起こっている歴史的な事件の推移とはですね区別して考えなければならない。この国難に対してですねあまり感情論を持って終始していてはならないというよりも、極めて不十分な結末に至るであろうという前提のもとに考えていますと、第一にですね気づきますのは、私たちはいわば歴史の運命とでも言うべきものをですね感じて当然ではないかと思う。と言いますのも、この平成の妙に入ってから、さまざまな政治から文化に至るまでのですね大混乱、大混迷というものが起こっている。しかもこれは外部から起こったというよりも、我々の政治的なですね選択のチョイスのセレクションの結果として、私たちは国家の混迷というものをですね自分たちはですね選んでいたのだと、こういうことが多くの人がですね強かれ弱かれ実は心の中で感じていて、この延長にはこの国家のただならぬ没落といえばですね言い過ぎですが、水運というものが待ち構えている予感を持っていた。その矢先に、まさにその時にですね我々が民主党政権というものをですね選び、そこで財源なき福祉政策が展開されたり、あるいは何の国防のですねやっぱ準備もない外交がで進められ、それは領土がほとんど取られるというようなですね屈辱を将来しているのは日本人自身である。それゆえ日本人はどこかこの果てにはですね必然のプロセスとして没落、水運が待ち構えているのではないかという強い予感というものをですね心中に抱いていた。その時に東北地域においてですね勃発した。そうならば何かこれは科学の問題、技術の問題ではありませんが、人間の感情の問題としてですね、石原都知事のように天罰と勇気はありませんが、何かこの国家の没落のですね、赤裸々な、あからさまな予兆としてこの事件が起こっているのかもしれないと、というふうに感じる力、それを仮に歴史の運命というのならば、
この運命をですね強く感じてそれに怯えるのもまた必然である。多分私のみならず多くの人々がこの自然現象は我々が引き起こしたわけではないが、この自然現象の不可避の自然現象によって我々のですね歴史のいささかならぬ哀れな結末というものは強く予兆されているというふうに感じて当然である。逆に言えばそういうことを当然感じる人々だけがこの歴史の運命に抗う、抵抗する、それをくぐり抜けることができるというふうに考える。そういう意味においてはかつて20世紀の初めにですねヨーロッパで始まったさまざまな運命論的な文明の没落論というものにも言い分があるのかもしれないというふうに振り返ってみる必要がある。つまり例えばオズバルト・シュペングラーのようにですねこの技術文明は技術という形でシステマ化され、そして人間の精神がそのシステムの中にすっぽり収まってしまうような形で感受性とか想像力とか常識とか知恵というものをなくしていくとですねおのずとそのシステムが硬直し機械のようになり錆びついてストップしてしまうという、そういう種類のことをシュペングラーはですね数千の年の数多くの歴史を振り返りながら予告したわけでありますが、ひょっとしたらその予告の通りにですね戦後日本の技術文明が進んでいるのかもしれないと思ってよろしいのではないか。さてそうしますと第二に気づく点はですね、戦後日本人がこの自分たちの作り出している文明というものがですね安全である。よく英語でセーフティー&サバイバル、安全および生存という言い方がありますけれども、この文明は安全に生存できるというふうに思い込むこと、それ自体が言ってみれば文明の病理とですね言えるのかもしれない。その見事な例としてまさに福島あたりにおきまして原発原子力発電の大事故がですね起こっていると私にはですね思われてならない。もともと安全な技術などというものはですね存在しないわけであります。原子力発電のこと、大津波なりですねにやられたですね原子力発電のことは今更のことでありますけれども、例えば自動車文明モーターライゼーションといいますが、これ一つ身近な例を取り上げていましても安全なですね自動車なり自動車運転があろうはずもない。必然としてですね確率的な現象として必ずやですね文明の事故というものは起こっている。これを薬品だ食品だとうんぬんと数えていくと戦後の65年とってもですねおそらく全世界で何千万に及ぶですね文明の被害というものがですね起こっているのだと、そういう統計数字を直視すればこの日本の技術文明とてまさしくですねさまざまな危険どころかですね危機を伴っているのであろうと見通される。この場合危険というのは英語でリスクと言いますが確率的に予測できることを指しますね。それに対してですね危機デンジャーとかクライシスというのは確率的な予測などは到底できないようなそういうものを指してですねデンジャークライシスと呼べば、実は技術文明はその文明の外側とか土台とか未来というものを眺めればですねデンジャークライシスに多々囲まれているのだということを認めねばならない。そうならば技術が進めば進むほど技術では対応しきれないですね危機というものをですね自らですね招き寄せているのだと、これが19世紀あたりからですねそういう文明のですね危機というものが言われていて、それを日本人が戦後初めて大規模な形でですねそういう現象にですね直面しているのだと考えましたら、戦後日本のですね多くの政権が言ってきた経済成長において自分たちが物質的に技術的に豊かな生活をですねさらに享受したいとか、そしてそれがさまざまな社会格差等々をもたらしたので社会福祉なり平等政策によってですねもっとその物質文明の平等に享受しようなどというのも、所詮安全文明は安全に生存できるという名目の楽観のうちにですね考えていた 夢物語にですね過ぎないのかもしれない。物質技術の中にただならぬ危機というものが潜んでいるのだということを、これは少数派は気づいていたわけでありますが、社会の多数派がですね気づかずに、そしてその多数派がそういう政権を自民党だ民主党だとですね作って
経済成長かあるいは社会福祉かなどと騒いでいること、それ自体が物質文明の枠組みに収められたシステム化された、機械化されたですね、そういうその人間精神の硬直化に他ならないのだということを、この際の国難においてですね、広く確認される必要が、ね、あるでしょう。3番目に危機管理とありますが、こんな言葉もですね、簡単に言ってはならない言葉な。なぜかといったら、危機というのはクライシスとかデンジャーとして考えれば、実はマネージ、管理しがたきもの状態を指して危機というわけですね。ですから危機管理というのは実にパラドキシカルな逆説な作業でありまして、管理しがたき事態を管理するという一種のというよりも、言葉本来の意味においての冒険なんですね。冒険というのは言ってみればその危険に身をさらすことでありましょうけども、管理しがたきものは管理できるかということが、まさに今の福島においてですね、現実してしまっているのだというふうに考えると、あの問題を指して、もちろん責任を問うのもいいし、情報を広く公開せよと要求するのもいいしですね、そういうことすべてを認めた上であるけども、我々はまさに管理しがたきものの管理というですね、おそらく人知単純なシステム化された理屈っぽい論理だけでは対処しようのないですね、そういうその困難に直面していると認めなければならない。そうならば我々は技術文明そのものをですね、全体としてその批評する教師という、まあ、仮にそれを文化というのならばですね、戦後日本の美術文明が精神文化というものを実に衰弱させてきたということのですね、付けを原発その他の問題において支払われされつつあるの。そのことの延長で言いますと、インフォメーションテクノロジー IT 革命などと言われるものはおそらく茶番なのでありましょう。つまりインフォメーションテクノロジー革命というのはですね、これを使えば未来を予測することができる。コンピューターをうまく使えばですね、うまい管理の方法をですね、提示できるという技術に対するものすごいオプティミズム、楽観論なんですね。しかしながらそれは予測不可能だというふうに考えた時には、我々は寄るべきなのは IT ではなくて、とりあえずローマ字で言えば HO だというふうになる。この HO というのはヒューマンオーガニゼーションのことでありまして、人間組織ということですね。機械のシステムではなくて人間のオーガニゼーション、組織というものが家族においても地域においても産業においても政府においてもですね、それが働かなければ危機に対応できないのだ。ところが日本人はもう10年以上にわたって、日本の歴史が発明発見してきた日本的経営、これはビジネスのことだけではなくて日本的集団運営の方法ということでありましょうけれども、そういう方法とか制度というものを大規模に、とりわけ平成の御代に入ってから打ち壊してきたと。そのことのつけもまたですね、この東北大地震において払わされているというふうに私には思われてならない。さて第4でありますが、戦後日本の65年の文明というものが広い意味でのあらゆる部署での危機というものに対応できるようなですね、文化、そして文化に基づく文明というものを作ってこなかったということをですね、指摘せざるを得ない。おそらくその根本には日本人が危機に際しては外国にディペンド、依存すると。分かりやすい例は国防でありますけれども、国家が危機に陥ればアメリカが何とかしてくれるはずだというですね、通常対米依存というふうに言われておりますけれども、それが日米同盟という形で正当化されて、アメリカに依存していればですね、どんな危機からも免れて安全に生存できるというですね、そういう軽はずみな国家論とも言えぬ国家論を老いも若きもですね、要するに言い続けてきた。そういうことの中で日本人の危機意識というものが単に国防のみならずですね、産業においても地域においても、果ては家族においても、いや果ては個人においてもですね、要するに自律的に危機防衛のですね、精神とか態度とかですね、そういうものを作り上げるという、そういう習慣習俗というものを失ってきたことがより集まって、こういうですね、情けない状態を作り出しているのではないか。
そのことをこの東北大地震をですね契機にして国民規模で確認されねばですねならないのだろうと。これは平成改革の10年間を振り返ればですねご覧のように国家論なきさまざまなですねイデオロギーというかポリシーというかオピニオンがですね次々と発表されてきた。例えばですねグローバリズム、ボーダレス、国境なんてのもう古い、国家もう古い、それを超えて日本は世界へと広がっていくのだというふうになっている。例えばディレギュレーション、規制緩和、国家というのはですね規制の体系、法律の体系でありますから、法律というのは規制の体系である。このですねこれは単に法律だけじゃなくて特立道徳によるですね規律のことも考えて言えばですねそういうものをディレギュレート緩和するというですねそういう風潮がどんどん自由とか民主の名のもとに行われてきて、それがクライマックスに及んだのが今の民主党政権のですね時代であるということになるでしょう。あるいはですねマーケットの民間の活動に任せれば何もかにもがうまくハーモニー調和と至るというですねマーケットファンダメンタリズムも喧伝されてきたと。あるいは地方分権すらが中央政府は小さい方がいい、全てを地方に任せればいい。私はこういうことを言うと東北の人たちには残酷だけども、本当に今この間言われてきたことを東北に適用したらどうなるのかと。グローバリズム、世界が助けてくれるんでしょうと。規制緩和、放っておけばどうにかなるんでしょうと。あるいはですね、市場活用、産業が勝手に取引やればですねこういう困難もそのうち収まるでしょう。あるいは地方分権、中央政府が介入しなくても地方の行政体は何とかしてくれるでしょう。実は東北大地震で起こったことは何にもできませんと。逆であって、中央政府がなければ、国家がなければ、外国の援助も補助的には必要でしょうが、国家のですね困難は国家によってしか解決できないということがこの大地震で明らかになったと考えれば、このですね平成の御用に言われてきたさまざまな改革案はひょっとしたら180度見当違いだ。そういう見当違いなことをさんざっぱらこの日本列島に振りまいてきた、個人で言えば学者、評論家、ジャーナリスト、政治家、経営者、少しは責任を取っていただきたいと思うし、とりわけ問題なのはですねメディアでありまして、こういうふうな政権を作り出し、こういうふうな途方もない改善ではなくて改悪案をですねもう抜き差しならぬ形で広めてしまったのはメディアというものである。それを代わりにメディアを暮らし、メディアの支配といえばですねこの東北大地震によってまた暴露されているのは、メディアの支配なんというものは国家をですね崩壊へともたらすだけのものであるということもまた顕著になっている。そのメディアが情報公開要求しているってなこと自体がもうすでにですねまたぞろ茶番であると言わざるを得なくなってくる。 これで5番目の国家の問題をですね一言付け加えるとしたら、国家であるからには国家はプロテクト、プロっていうのはねフロント前面ってことで、テクトということはカバーするということでありますけれども、国家というのは自分たちでその全面をですねカバー覆ってこその国家であると考えれば、保護主義というのはですね何ほどか国家に必然のことである。それこそメルトダウンしていくようなやり方は、それは国家の消失、喪失であって、国家がなくなればこの日本列島のですね文化も文明もなくなるのだということが、この大地震においてまたぞろですね明確に浮かび上がってきてしまったと。もちろん私は保護主義を唱えているのではない。もちろん人間は個人は自由であるべきだし、個人は海外へとですね出て行って飛躍すべきだし、取引すべきだし、そうならば我々が考えることは自由と保護の間のですねバランスという実に難しい作業を個人も国家もですね担わされているんだと。でこの難しいバランス感覚というものは決してちっぽけな各個人のお粒の中から出てくるものでなんかではありはしないと。日本人が長きにわたって何百何千年の歴史の中で鍛え上げた、いわばコモンセンス、常識のようなもの、あるいはボンサンス、良識、良い知識ですね、ボンサンスのようなものがかろうじてこの自由と保護の間のですねバランスを可能にしてくれるのだと。それを仮にトラディショナルなスピリット、伝統精神と呼ぶのならば、この伝統精神をアメリカに対する
大敗戦の後それを投げ捨てることがですね、進歩でありヒューマニズムであり平和であり民主であると、言い続けてきた65年、こんなところにたどり着いてしまった民族は小さい声で言わざるを得ませんが、没落して当たり前のことだと多分心ある人は遠の昔に気づいていたのでしょう。でもそのことが今度の国難においてですね、普通の人々も如実に知らされてしまうという意味での一種のクリティカルライン、それこそ臨界状態がですね、文明文化に訪れているのだということをシンボライズ象徴すべくあの事件が起こってくれたなどといえば、また東北の方の心を傷つけますけれども、文明論として言えばそういうふうにですね、言うこともですねできるということになってしまう。最後の論点として挙げましたのは1930年代における歴史の知恵と、1930年代もですね自由貿易その他が完全にデッドロックにですね乗り上げてしまったと、そしてさまざまな国家対立が起こった。経済で言えばですね、経済のブロック化に基づいて世界貿易がですね縮小していったと。その前に世界の大恐慌が1929年に起こりました。そういうことの中でヨーロッパではドイツではナチズムが起こり、イタリアではファシズムが起こった。これを戦後日本人は全体主義の悪として片付けて、そのですね歴史的必然についていささかもですね、考慮配慮することがなかった。個人主義なり自由主義なり物質主義なり民主主義なりなんがですね、これが臨界状態に陥った1920、30年代に是非もなくほとんど不可視的に起こったのが明日ヨーロッパの全体主義なんだ、ロシアのですね社会主義も含めて。もちろんそれを批判することは可能でありますけれども、それをで批判していれば自分たちが立派な文明を作れるっていうのはほとんどピュエリルな精神的小児病的な文明論にですね過ぎんと言わざるを得ない。ナチズムっていうのはドイツ語でナチオナルゾツヤリスティシェって意味ですから、国民社会主義って意味なんですね。私は社会主義の間違いは分かってるけども、国民社会、英語で言えばですねナショナルソサイアティというものを大事にしなければ東北のどんな地域も持たなくなっている、東北とのつながりで日本国家自体が持たなくなっているということを我々は今目の当たりにさせられていると。ファシズムというのは束ねるという意味ですね。国民社会をあんまり束ねすぎて窒息してしまうのは全く避けなければなりませんが、この国家の基礎的な構造としてですね、国民社会としての束ねを持っていなければ国家足りえないし、国家でなければ国家のですね危難困難にも耐えられないと。私たちは30年代の教訓に学ばなきゃいけない。もちろんあの時のファシズムもナチズムも国家の歴史というものに配慮することがあまりにも少なかったがゆえに極めて凶暴な独裁者を生み出して、当然のようにしてその独裁政権は倒れてきましたが、私たちが今知るべきことは歴史の伝統というものを、常識というものをベースに置いた上での国民社会の安定と、それに基づく国民社会の各リージョン地域の束ね、その束ねの間の地域の間の極めて有機的なつながりという、そういう意味でのですね歴史観のようなもの、社会を歴史に基づかせるという意味においてのですね国民社会の束ねがなければ国家足りえないし、国家でなければ国民も危機から逃れることができない。東北の大悲惨の中で同時にですね確認していかなければ、東北も東京もその他の地域もまた救済不能な状態に陥るのではないか。いささか大げさでありますが、これをもって私の東北大地震に関して考えたいわば文明論だというふうにお受け取りください。ありがとうございました。
文明論を述べ立ててみましたが、まあ、現実の問題を考えると国民社会の束ねが行き過ぎてもならないし、また、足りないということでもダメだと、極めて適宜な状況の中でのバランス感覚というものを保ち続けるためには、ぜひとも有能な指導者が必要だというので、次の回はですね、黒金博士先生と松尾隆先生をお呼びいたしまして、いささか風刺的に今の日本国家のですね、指導者というものが水準が低気に落ちつつあることについて病出していきたいという趣旨でやります。